総社市町角郷土館は岡山県総社市にある郷土博物館。1910年に総社警察署として建てられた総社市内に残る唯一の明治洋風建築である。1988年8月に郷土館として開館。主な展示物はかつて総社市で盛んに作られた備中売薬その他阿蘇の鉱物、イグサ関係と 明治時代を中心とした伝統産業の資料など合わせて約1600点の展示物が陳列されている。1959年に総社警察署が移転した後取り壊す予定だったが改築し、1988年に総社市町角郷土館として蘇った。2006年に国の登録有形文化財に登録されている。 花崗岩の布基礎の上にレンガ積みとした木造2階建て、寄せ棟作りの三加瓦武器、八角形状の洞爺風の入り口が特徴である。1階は、総社市内の観光名所、歴史を写真、ビデオなどで紹介する歴史コーナーやコミングコーナーで2階にはかつて総社市で盛んに作られた備中梅薬、阿蘇の芋の、イグサ、 畳表製品などの明治から昭和に栄えた創者の主要産業など合わせて約1600点の展示物が詳しい説明入りで展示されている。街角郷土館は商店街通りの一角にあり商店街沿いには旧家や豪商の屋敷跡が点在し王子を忍ぶことができる。また小さな公園が整備され市民の憩いの場となっている。さらに 街角郷土館の裏には、備中国の神々を一堂に祀った、備中国宋ジャングルがある。ありがとうございます。